ドラえもんの道具があったら何が欲しいですかなんかあの永遠に生きられる的なやつなかったでしたっけドラえもんの道具って。なんかそういうのがあるといいんじゃないかなと思います。なんかえっと、あれでも死ぬ、え漏水はするんだっけ漏水はするけど死ぬな,ないみたいなさっきけなんかドラえもんの道具って大抵副作用があるんで、 あの副作用がないやつってあのサブアイテムなんですよね要はそのメインのアイテムってすごい便利なんだけどそれの結果でこういうデメリットがありましたのび太くんが泣きつくで終わるのであのタケコプターとかタイムマシンとかあのよく出てくるサブアイテムは実は四次元ポケットとかサブアイあの副作用がないんですよなのでもしドラえもんのアイテムを手に入れるんだったらそこら辺のあのサブアイテム系の方が安全なんじゃないかなと思います